アジナテパ遺跡アジナテパ遺跡は、タジキスタンの都市クルワンテッパより南東に約 8km の地点にある遺跡である。アジナテパ遺跡は、顕著な普遍的価値を持つ、世界遺産仮登録リストに加えられている。アジナテパ遺跡は7から8世紀の仏教遺跡であり、遺構からは、大型のストゥーパや菩薩像のほか、全長 12.8m に及ぶ、ネハン仏像が出土している。 遺跡は1959年から考古学者により調査された。アジナテパは古代のシルクロードの中継地点に位置し、中国、ヨーロッパ、中央アジア、インドの湾岸地域を結ぶシルクロードの要所として貿易の重要拠点となっていた。1961年に遺構が発見され、1975年まで継続して行われた調査においては、 ボリス・リトビンスキー率いるタジキスタン科学アカデミーの歴史学者、考古学者グループが大規模な調査を行った。仏教寺院はアラブ人による侵入の後、偶像崇拝を禁止するイスラム教の教義から破壊されたと考えられている。アジナテパー遺跡は1999年9月11日、ユネスコ世界遺産分遺産部門の仮登録リストに加えられた。 ワールドヘリテッジセンターザクライテリア4セレクションハットデジタル写真測量によるタジキスタンアジナテパ仏教寺院遺跡内土構造物の修復前後の形状記録公益社団法人土木学会2014年6月29日閲覧文化遺産保存と考古学の間で西アジア中央アジアの遺跡からタジキスタン共和国アジナテパ仏教寺院の保存 外務省、2013年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ、2014年6月29日閲覧、ユネスコ公式サイトによる紹介、ありがとうございます。